凍結。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。1月9日土曜日、今日も、大寒波がね襲来しておりまして、もう朝ね、起きて、外見るとですね、もううちもう見渡す限りね真っ白で、今日はですね三電バスが、もうね休業ストップしたということで、昨日までねチェーン巻いてね、動いてたんですけれどもね、そんなそこまでチェーン巻いてたらなんとかなるんじゃないかなっていうような感じなんですけれども、まあ終日ね休業ストップになったみたいで、もう皆さんねお仕事がある方はもう徒歩で、職場までね行かれてるような、SNS、まあ Facebook、Twitter とかでね、まあそんな情報がね、入ってきておりましたけれども。もうね、昨日もそうだったんですけれども、今日ももう午前中の時点では、もう道路はね、見えないし、真っ白で雪で。で、バスもね、ストップしたっていうんでね、ああ、これは今日こそ、店開けれんかなっていうような感じでですね、そもそも、仕入れができないなという、ノーマルタイヤなんでね、トリマン号は。ノーマルタイヤでね、車出したら危ないやろうっていうようなね状況だったんで、まあ一回ね何時ぐらいかな8時ぐらいに起きて朝、外見て閉めてで情報確認して、一回現実逃避でねもう1時間寝ましたねで、まあ店の方にね来まして、まあとりあえずね仕入れ先ね電話したら肉屋さんがね、今日は昨日はね酒屋さんと、醤油屋さんがね、お休みしてたみたいで、今日は肉屋さんがね電話つながらなかったんで、まあ、朝がひどかったんでね、まあ休んだんだろうなと思ってですね、ああ肉どっかで手に入れてこにゃいけんなと思ってですね、で今日も醤油屋さんはまあね、まあ、雪解けてないですからね、まあ、昨日よりむしろ今日の方がひどかったでしょうからね、もう来週でいいですよっていうね話をしてですね、で酒屋さんはねまあ空いてたんですけれどもね、まだ下げのストックがまあそんなにまだあったんで、まあいいやと、うん、今日はということで、まあね、昼ぐらいからちょっと道路大通り見たらですね雪がちょっとまあ溶けてたんで、よしなんとか出れるなということで、まあ仕入れにね出かけてまいりまして、なんとかね今日売るもんぐらいはね、手に入れることができましたと、まあ最低限度ね、はい、というわけでね、まあなんとか、無事にね営業できるような感じで、まあ午前中夕方ぐらいからもうね雪が、そうでもなかったんで、あまあ営業できるなという感じだったんでね、あちゃんと準備をしててよかったなというような感じでございました。まあ、ただねちょっとまあ脇道に行くとですねやっぱりアイスバーンになっててね危ないような感じなところもね結構ありましたので、まあ坂がもう下り坂とかがあるようなね仕入れ先はもう今日はもうキャンセルしましたね、もうあるもんでやろうという感じでしたね。はい、まあそんな中ですね、まあ今日は東京の方がね2268人と過去3番目ぐらいかな、これが。で、神奈川県がすごくて999人ってもう1000人にしとけよっていうようなね、この人数で、まあ、あと死者が4000人ね、なりましたと。で、ここ1ヶ月ぐらいで1000人ぐらい増えてる、十何日間やったかな、うん、まあ、急激に増えてるというような、死者が増えてますよというような報道でございました。はい、そんな中ですね、我らが下関、今日も一人でした。ねえ、全く、気にするレベルではない状況でございます。ただ、思いっきりね、まあ、報道、都会、東京とかのね、まあ、全国の大都市の報道、あと、緊急事態、まあ、宣言ね、の圧、で、まあ、自粛ムードでですね、まあ、下関の経済も相変わらずね、まあ、シーンとなってますからね、
そして、ぼちぼちね、1月15日まで。で、まあ、締め切りになるね、持続化給付金とね、家賃、支援給付金、どうなるのかなってね、思ってね、見てましたけれども、やっぱりね、当初の予定通り15日で締め切りで延長なしということで、助ける気がないなという。本当に中小を潰す気満々やなと。で、この度もね、緊急事態宣言ね、やっておりましたけれども、まあ、今回のはもう飲食店狙い撃ちで、まあ、保証も飲食店のみということで、ね、まあ、緊急事態宣言をね、出すと、まあ、全業種がね、まあ、まあ、言ったら需要がね、なくなって、みんなね、自粛ムードになって、需要がなくなる現象がね、起こるのはね、もう、分かりきってるんですけれどもね、もう飲食店に絞ってるから、飲食店にだけ、まあ、保証出しとけばいいだろうぐらいな感じでですね、まあ、持続化給付金とかね、家賃支援給付金、まあ、あとは個別のね、まあ、10万円かとかもなしということなんで、もうね、金をね、出したくないのは丸見えみたいな感じですけれどもね、まあ、そんな中ですね、まあ、今日かな、取引先にも給付金、中小でね、最大40万円、で個人で20万円出すかもよみたいなね、ニュースが出てきてました。ね、でまあね、まあなんかこれも、最高ここ何日かね、取引業者はどうなってんだと、何ももらってねえぞみたいなね感じの、ニュースが出てきてましたけれども、まあ、そういう声が上がってからようやくなんかねこういうのが、後出しでね、出てくるみたいな、ね、いつものパターンですよね。もう戦力のね、逐次投入みたいな感じでですね、もう一気に最初からドカンといけやというようなね感じでから、まあ、戦時中によくね例えられますけれどもね、まあ、戦時中もね戦力の逐次投入で、まあ、格好撃破されて自利品になりましたよっていうようなね、感じでしたけれども、まあね、何年かな、70年ぐらい経ったのかな、経った今もね、まあ、全く変わらない状態だなというようなね、悲しくなりますね。まあ、政治はね、昔はバブルの頃はね、経済は一流、政治は三流と言われてましたけれどもね、もう今ね、もう経済三流、政治は五流っていうような感じですかね。まあひどいですね。はい、というわけでね、まあね、暗い、話ばっかりですけれどもね、まあそんな中ね、うちはなんとかね、まあこういう大寒波の中でもね、店営業しておりました。はい、こんな感じです。メイクなもんですね。名古屋さん休んでるね。今日はね結構お休みされてるねお店とかも多かったんですけれども、まあ今日ね、オープンしてから、まあ、すぐオープンする前かな、ちょっと準備してる時に、まあ店をね開けようと思ってね、もう準備してる時に、仕込みしてる時に、まあお電話かかってきまして、今日ね行きたいんですけれどもというね、常連のお客様からのねお電話いただきまして、やってますかっていうようなねお電話いただきまして、もう開店前からね、もう、坊主回避できましたよという感じで、まあね今日も朝の時点ではね、今日開けても坊主厳しいだろうなと、まあなんつってもねバスが動いてないから、公共交通機関がね怪しくて、でまあ路面も悪いから、車でねそんなに移動もできないから、まあねご来店くださるお客様っていうのは、まあ大ね、徒歩か、まあせいぜいタクシーでご来店くださる方かなっていうような感じだったんでね、ちょっと望みが薄いなっていうようなね、昨日よりやばいかなというような感じだったんですけれどもね、まあ幸先よくですね、まあ、とりあえず、お一人様ねご予約いただきましたんで坊主回避ということで、まあ14年間ね続いてるノーゲスト、坊主なし記録がね、引き続きね、更新されましたという感じでね、ホッとしましたね。本当にもうなんか午前中の時はもうね、あどうしようかなっていうのでね、開けてもねこれでダメやった時のねショックがでかいなみたいな感じでね、ちょっとね、自分の中でね葛藤がいろいろあったんですけれどもね、まあ、とりあえず開けてよかったなという感じでございました。
で今日もね、店開けてたらですね、結構パラパラとねご来店くださいまして、まあちょっとね、まあ結果だけ言いますとですね、まあ、白星ならず、まあ暇は暇やったんですけれども、まあ予想以上のね暇な中でもまあね形になる暇でね、予想外にまあまあ、お客さんが来てくださったという感じでしたね。まあ暇はやったんですけどね。まあ白星まではいかないんで、まあちょっとね、まあ例年で前年で言うとですね、まあ全然なんですけれども、まあそれでもね、こんだけ悪条件がね揃ってる中で言ったらですね、ああこんなに来てくださったんだなと思ってですね、本当にありがたい限りでございました。で今日ね、お話聞いてたらですね、タクシーの運転手さんというかね、タクシー会社がですね、タクシーの会社の方がですね、もう昨日今日とですね、もう本当に昼ご飯をね食べる暇がないぐらい忙しかったよっていうのをね、お話しされてたんですけれども、ああそうかと、今日でもねバスがなかったから、でまあサットレスとかねチェーンを持ってる人たちばっかりじゃないから、もう雪道ね自分のノーマルタイヤでね走るのが怖いっていう方とかね、でまあ買い物には行かなくちゃいけないという方がですね、やっぱり足がないとですね動きが取れないので、まあ、タクシーのね、運転さんお願いしますっていうのがね多かったみたいで、もうねバブルの時ぐらいの忙しさだみたいな感じでですね、でまあタクシーのね、運転さん大忙しでしょ今日は。で、水道管がね、破裂したっていうね、話がもうあっちこっちからね、飛び交ってましたから、まあ水道屋さんね大忙しでしょ。でまあ、おバカちゃんがね、まあノーマルタイヤでね、まあ雪道を走ってすってんころりんしてですね事故って、レッカーでね運ばれて車屋さんにね持っていかれるみたいなね事故も多発してたみたいですからね。まあレッカーの会社とかね、まあ車屋さんね、板金屋さんとかがね、まあ大忙しだったんでしょうね。まあだからこういうね、まあ我々飲食業にとってはね、まあちょっと厳しい状況なんですけれども、まあ、かたやね、まあ、そうやって、まあ、大寒波によるね、特需みたいなのが、まあね、あちこちであったみたいなんでね、まあ、タクシー、まあ、うちの業界もそうですけれどもね、タクシー業界も、まあ、緊急事態宣言出てからですね、まあ、コロナ禍の中でもですね、まあ、まあ、暇だったでしょうから、ここ何日かのね、こういう大寒波の時で、まあ、フル回転でね、うちでもね、お客様に、タクシー呼んでよって言われてですね、まあ電話するんですけれどもね、もう1時間以上待ちでもう、無理ですねみたいなね、お返事が来たりするんですけども、1時間以上ということはね、もう実質今日は無理ですってね言われてるような感じなんで、ああすごい忙しいんだなと。まあ台数もね減ってる、まあそんなに出てないのかもしれないんですけれどもね、いやそれでもフル回転でね忙しかったみたいなんでね、まあ本当に全部のね、全業界がね、暇じゃどうしようもないんでね、まあそういう特需がね、まあ各業態にね、あるとですね、まあそこで儲かった人がですね、またこうお金を使ってくださったらですね、また全体にお金がね、回ってくると思いますのでね、まあそういう、まあね、あまりその大雪、まあ自然災害っちゃ自然災害なんでね、まああんまりそのねいいことではないですけど、まあそれによってね、儲かってるとこもあるということなんでね、まあ結果オーライということですよね。でまあうちもねなんとか、まあ形にはなったかなと、まあ暇やったけどっていう感じでしたね。本当にありがたかったですね。でもねそんな中ですね、まあオープニングのね怒鳴り凍結ってね言ってましたけれども、まさかのですね、まずこの、動画をたまたまね、音が入ってたんで、どうぞ。はい、雪は降ってないですけれども、誰も歩いておりません。まあ、外のね、まあ、様子をね、撮影してるときに、じり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 とね、なんか警、ね、音が鳴ってたんで、何かなと、どっかなんか、不法侵入で待ったのかな、みたいなね、警報が鳴ってたんでね。
思いながらね、回してたんですけど、カメラ回してたんですけれども、これがねまさかね、自分のことだとはね、もうその、わずか1時間後ぐらいね判明しましたけれども、私がね、トリマンゴーね、愛車ね、新型トリマンゴーを止めてる駐車場の、火災報知器のスプリンクラーがね、凍結して、まあ、カンパニーによりね不具合が発生しましたと。でまあ、凍結で、オーバーフローっていうのかな、こういうのね、泡消火設備がね破損して泡だらけになったらしいんですよトリマンゴーが。しかも、周りにね、まあ、立体駐車場っていうか、まあ、屋根付きのね駐車場なんですけれども、周りに何台も止まってるんですけど、被害に遭ったのがトリマンゴーだけっていうね、もう落ち着きでですね、まあ、駐車場のね大家さんが、店まで来てですね、ちょっとこういう事情だから、ちょっと見てくれんかっつってですね、現場までね、見に行ってですね、ああこういう状況ですかっつってですね、まあ別になんかね、傷がついたとかそんなんじゃないんでね、まあ慌ててもなんか、二酸化炭素かなんか、うん、のらしいんで、まあ泡がついたからっつってね、どうにかなるもんでもないんでね、まあ、まあ全然気にしないでくださいというような感じでですね、もう笑い話でしたね。一台だけ食らってるっていうね、まあまさかのねもう最後のオチで、大カンパニーのね凍結の影響で、トリマンゴーが泡だらけになるというね、まあ事件もね起きるくらいの、大寒波でしたという感じでしたね。はい、まあというわけでね、まあ本当今日はね営業できないかなと思ってたんでね、本当に営業できて、しかもねお客様がねちゃんと来てくださいましてですね、まあなんとか形にはなったんでね、まあ良かったと思いましたね。もうここな何日かね本当に朝起きるたんびにですね、わあ営業できるかできないかっていうのをね確認してから、どうしようかなっていうのをね考える、毎日だったんでね、まあ胃が痛い胃が痛いという感じですね。でまたもう一日ね、明日までちょっと気温がね微妙にまだ低いんで、雪は溶けてもね、路面が凍結してね、まあ逆に言ったら今日よりね車は、出せない可能性もあるんでね、まあ日中3度4度ぐらいになるってね、天気予報には書いてたんですけれどもね、まあどうかなという感じでございます。はい、でねもうその大寒波でね大雪でね忘れておりますけれどもね、今ねぶって実はですね、3連休中なんですよね、土日月と、今日が土曜日でしたね。まあ要するに3連休のね初日だったわけなんですけれどもね、で明日が中日なんでね、通常であればですね中日というのはもう本当にね炸裂必須、もうね超炸裂もあってもいいんじゃないかなっていうようなね、日程になってるんですけれどもね、で特に明日がですね、まあこっちで言うと、まあ、成人式がねある日だったと思いますので、まあまあ残念ながらコロナの影響で延期になっておりますけれども、まあ大寒波襲来しておりますからね、まあ毎年ちょっと成人式の日っていうのは、まあ、雪が降ったり、まあねお天気が悪かったり足元がぐちゃぐちゃのね時が多いんですけれども、まあこんなね寒い時にやらんでよかったねっていうような感じですけれどもね、まあでも楽しみにね、してた新成人のね方たちにはちょっとね本当にまあ残念なね、ことになりましたけれども、まあまあいいこともね悪いこともね、まあいろいろありますけれどもね、まあ現実をね受け止めて、まあ粛々とね、まあ、生きていくしかないですからね、まあ悪いことが多いですけれどもね、まあ99悪いことがあってもね、まあ 99.9% ね悪いことがあってもね 0.01 ぐらいはねいいことがありますのでね、まあ、ぼちぼちね、まあ立派な大人にはねならなくてもいいと思いますけれどもね、まあぼちぼちやってったらいいんじゃないかなとね、ね生き抜いてくださいという感じですね。
まあね、生きることはね、大変な、まあ、これから世の中になってくると思いますのでね、まあ、まずは生き残れということですよね。話はそれからですからね。はい、というわけでね、今日もいろんなね、ことが、事件がね、いっぱい起きましたけれども、さあ明日、まあ普段だったらね、日曜日は定休日なんですけれども、3連休ということで、明日ね、日曜日明けまして、月曜日をね、お休みとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、もう一つ、嬉しいことがね、ありました。チャンネル登録数が149になりました。はい、やってまいりました。150までね、あと一人となりました。ついに行きましたね。切りがいい150ね、目前リーチでございます。はい、というわけでね、まあ明日以降またね、ご予約がゼロなので、ご予約の方もねお待ちしております。で、チャンネル登録の方がね149人となっておりますので、あと一人、切り板ねゲット、ぜひねしてほしいので、チャンネル登録の方もねよろしくお願いいたします。はい、今日ね疲れた、気づかれしたね、いろいろありすぎてもう眠たい、帰って寝ます。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。